米大リーグドジャースの大谷翔平投手は3日日本時間4日本拠地ジャイアンツ戦に2番 DH で先発出場。7回に待望の今季1号ソロが飛び出した。4打数2安打1打点の活躍で、チームは5-4で勝利。これで開幕から9試合連続で5得点以上となり、MLB では125年間で6度目。球団では初の出来事になったと米記者が伝えている。動画紳士だ大谷1号の瞬間テレビ中継に映らなかった同僚の行動がなんかいい。ついに大谷に豪快な一発が飛び出した。7回、サワン・テイラー・ロジャースが投じた外寄りのボールを強振。打球は右翼席に飛び込む移籍後1号ソロとなった。飛距離430フィート131メートル、打球速度 105.6 マイル、約170キロの一発に、観客は総立ち。悠々とホームインした大谷は、ベンチ前で、デオスカー・ヘルナンデスが投げたひまわりの種を浴び、祝福された。大谷の一発で、ドジャースは、この試合後得点目、MLB 公式のサラ・ラングス記者は自身の X で、ドジャースは、今季開幕から9試合連続で5得点以上をマークと伝え、1900年以降、開幕から9試合以上連続で5得点以上を挙げたのは2002年インディアンス、現ガーディアンズ、10試合、1999年インディアンス、10試合、1936年レズ、10試合、1932年ヤンキース、13試合、1903年パイレーツ、10試合に続いて MLB 史上6度目、ドジャースでは初の出来事になったと伝えた。この日の先発グラスノーは米メディアの取材に、素晴らしいね、リードを得られるのはいつだっていいもの、すごく自信になるよと野手の得点に感謝していた。ベッツ、フリーマン、スミスら強打者が揃うドジャース打線。ここに大谷の調子が上がってくれば、さらに相手の脅威となりそうだ。